コシェイ女子手釣り監禁ハンディキャップデスマッチ時間の制限1分以上となります。ここで確実だバトルズ中村クラッシャー前止まり。クラッシャー170分のシャークツシーガー140分のクロメグリ。いよいよですね、工藤選手の試合が始まるんですけども、その前にですね、今回のこの、汐留大会がですね、決定するまでのですね、簡単な経緯をですね、ファンの皆様にちょっと聞かせてほしいんですけども。はい、まず最初にですね、この大きな問題として、はい、今インディーがいろいろ問われてますよね。その中で、選手会として今何をするべきかという話し合いになって、もう一回伝説の地でもある汐留という大会で新しいフェンダルの流れを作っていきたいということで汐留大会を決まったんですね。でそこで何ができるかっていうことになった時に、私は自分自身で電流爆破をしたいという気持ちがあって、それを伝えて、まあ、それは一時決定しかかったんですけども、その中で小田さんの、気持ちいろいろありまして、それで私は結局東郷さんにその電流爆破をいじる形になった時に、たまたまその時期に、この猛毒隊ですか土屋、そして前泊まりが、他団体に勝手なアクションを起こしたりとかっていうことがあって、女子の中にもバタ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 してますね。でもうこうなったら、向こうは勝った負けた言ってますけども、頑張るし下をね相手にしてて勝敗をどうのって言ってもしょうがないから、もうそれだったら私は負けにて戻ったり全部と戦うという気持ちで、まあ、このカードに入れましたね。はい、工藤選手のですね、個人としての意見だと思うんですけども、はい、シャーク土屋とのですね一騎打ちに関してはですね、意味がないということを発言をですね、はい、言ってたんですけども、はい、僕なんかから見てですね、それはですねある部分ではですね、工藤さんの気持ちの中ではですね、シャーク土屋との一騎打ちっていうのはですね決着がついてるんじゃないかなっていうのがあるんですよ。はい、というのはですね、逆にその土屋たちを倒すのはですね中山でありですね神林であるっていうようなですね気持ちが工藤さんの中にあるんじゃないかなというのを感じられるんですよね。はい、そうですね、やっぱりもう土屋とは去年に有志鉄線という形式で試合もしてますし、自分の中でも決着ついてますから、もうそこは新しい中山、神林、まあ、神林は、ちょっとこの日は行方不明というんですか、失踪という形になって会場には来てはいなかったんですけども、まあ、この今はとりあえずこの2人に上を向いた目指して頑張ってほしいなという気持ちなんです。逆にその気持ちがですね、この猛毒隊にも分かってるからこそ次から次へとやっぱいろんなことを仕掛けてくるわけですよね。そうですね、これがまた違った意味で、ね、はい、違う形で向上させてもらえるんだったらいいですけどね。はい、極端に今単なる嫌がらせにしか見えないような行動っていうのもあるわけですからね。はい、LLPW のリングに乱入した件に関しても本人たちがですね本意でやってるのかっていうのも分からないわけですよね。そうですね、ここで土屋選手がリングに入れられて、これで試合は、土屋たちの出したルールの中では土屋は試合権利ではないわけですよね。そうですね、もう一回入ったものは出てこれないというルール。なるほど、うん、まあ、安心したっていうよりは、まあ、出てくるなっていうのは気持ちの中ではありましたかね、この時点では。やっぱりルールは向こうが決めて、はい、条件出してきたんですけども、ルールいつも決めても合ってないようなものなんで、でもとりあえず人数的にはこうするしか自分のハンディという部分を補っていけないんで、まあ、やれる限りのことをやってみようと思って。なるほど、はい、逆にこの今回のその1対3のハンディキャップマッチなんですけども、はい、工藤選手からしてみてこれは多分もちろん自分自身の戦いでもあると思うんですけども、はい、それ以上にですね何か誰かに対してですね戦いの姿勢というのをですね見てもらいたいっていうような気持ちがですね
あるんじゃないかなと思うんですよね、はい、というのはこの1対3という戦い自体結構無謀といえば無謀ですよね。そうですね、ましてやルールを選ばない猛毒隊相手ですからですね、はい、恐怖っていうものはもちろんあったと思うんですよ、はい、やっぱりシングルであってもきついときに1対3っていうのは本当にもう大変ですからね、はい、セコンドタッチにですね、はい、中山で引退してね、はい、これから新しい人生を歩むですね、はい、鍋の選手たちにですね、何かそのこの気持ちを受け取ってくれっていうようなですね、感じの試合だったように僕はね思えるんですけどね、やはり案の定これは佐藤ですか、そうですね、鍵を開けてきましたですね、やっぱり諦めてしまったらそこで終わりだと思うんですけども、はい、まあ、1対3という中で諦めなければ負けるかもしれないけど勝てるかもしれないっていう選択がありますから、どんなことでもやっぱり最後まで諦めちゃいけないということを分かってほしかったなと思って試合をしてたんですけど、今先ほども話がちらっと出たんですけどね、はい、最初はこの汐留でですね、電流爆破をもう一度行いたいという気持ちがあってですね、はい、対戦相手としてはかつて青い壁ですと言われたグンダレンコ・テレオチカワとですね、はい、対戦相手と希望してたんですけどね、はい、あとなぜそこまでその有刺鉄線電流爆破をですねやりたいっていうのはこだわりの部分をですねちょっと聞かせてもらいたいんですけれども、ね、はい、そうですね、やっぱり一言で伝えるのはちょっと難しいんですけども、私にとってその汐留とか電流爆破っていう言葉っていうのはすごく深いものがあるんですね、はい、でその中で今その苦しい状況の中で汐留大会を行われて、やっぱり自分にできる、そうそうやれるもんじゃないですから、その1回に自分のできる最大のことは何かって考えた時に、その電流爆破だったわけですけども、やっぱりその、まあ、音程さんが常々言ってきた意味のない意味な電流爆破だけはしたくはないなと思ったんですけども、はい、でもいろいろ考えた時にいつやるんだ、今しかないんじゃないかなっていうのが気持ちの中にあって、私はこの汐留大会で自分にできる限りの電流爆破をして試合に参加したいなと思って電流爆破を選んだわけなんですけども、まあ、前回の川崎でですね、はい、久保さん自身もですね電流爆破を体験したわけですよね、はい、ですからやっぱ人が思ってる以上にその恐怖っていうのは肌で感じてるわけですね、はい、実際、はい、それでも電流爆破をやりたかったと。そうですね、やっぱり恐怖心もありますけども、はい、やっぱりやらなくちゃいけないんだという気持ちの方が強かったですね、はい、で、この有刺鉄線電流爆破で話が進んでいた時にですね、はい、ミスターフォー先生がですね、この電流爆破の訓練を譲ってくれと、はい、いうことになったんですよね、はい、そうです、テリーファンキューの方からですね、はい、ミスターポーゴンオフィス各マスコミ宛てにですね、はい、対戦場という形でですね、はい、ミスターポーゴンに対して汐留で電流爆破をやらせろということがあってですね、はい、それで、まあ、工藤選手と中川選手会長、はい、新井社長とですね、4人で会談を持ったわけですよね、はい、でまあ、その中身というのはですね、実際まあマスコミの方もです、ね、全部シャットアウトしてですね、はい、まあ、知ってるのは4人だけなんですけれども、はい、実際そこで東郷選手はどういうような感じでですね、須藤さんの方にですね、権利を譲ってくれっていうことを言ったんでしょうね。やっぱりそうですね、言葉としては本当はもう長々というよりかは、はい、その短い言葉の中に保護さんの熱意っていうものがすごく感じられるような形で話をしてくれたわけですけども、まあ、その中に実際言葉だけじゃなくて、電話を下げてぜひ変わってほしいっていう行動もありましたし、その中に今までの保護さんとは違ったものを感じたんで、保護さんに逃げてもらうイコール FMW が逃げたって思われるのは嫌だったので、やっぱりこの熱意を無駄にもしたくないなと思って変わる決意をしました。その中で工藤さんのコメントの中でですね、この甲吾さんの中にですね、はい、一瞬大西さんを見たっていうことがね、はい、出てるんですよね、はい、見ましたね、はい、それはもう戦っているものにしかわからないという
そうです、はい、もうああいうポーゴさんは初めて見ました。それを追ってこの、まあ、先ほども話したんですけども、はい、まあ、土屋たちとの暴走をストップするという意味でですね、はい、このハンディキャップ戦になったわけなんですよね、はい。この辺はかなり、うん、ですね、自分ではもう向かっていきたいと思うんですけども、気持ちはあるんですけども体がついていかないっていうんですか、言うこと聞かないっていう感じで、でも目が見えなかったんですよ、はい、血が入ってしまって。ラフという点ではやっぱしこの3人のというか、モード期待自体ですよね、はい、FMW の売り物デスマッチというものですね、はい、ある意味一番近い位置で見てたんじゃないかなっていうのはですね、攻撃が結構あると思うんですよね、はい。でまあ、この土屋選手はですね、まあ、リング上以外で起こす行動なんかをですね、はい、かなり本郷さんの過去にやってきたことを研究してやってきているような気もするんですけどね。そうですね、やっぱり根本にあるのは男子プロレスっていう部分が明確でしているのが一番強いんじゃないかなと思いますね、はい、やっぱり、うん、去年ですか、一時あの土屋とタッグを組んだんですけれども、はい、裏切られてて、はい、この辺の動きなんかもかつてもう2年以上前に東郷さんが言った東郷と同じようなことをやってるわけですよね。そうですね、使う道具とかも本当にもう似てますね、はい、よく人からも仕草も似てるっていうね声も出てるぐらいですからね、はい。このシーンが今回の一番のポイントじゃないかなと思うところですね、はい、これは、うん、これは中山が前止まりを入れたわけですね。そうですね、その前に今土屋が火を吹こうとしたところを中山がカットして、はいはい、でそうごちゃごちゃしてる間に中山が前止まりを入れて、はい、自らも入って体、はい、当たりで止めてくれるっていう感じですね。この前の時点でですね、工藤選手が、この鉄折に入れている時に、はい、サクチは火を吹こうとしたわけですよね。 そうですよ。そこをマットナース中村が土屋に対して、そうですね、別に私を助けようとしたわけではなくて、はい、まあ、土屋のやり方を拒否するためにっていう形ですね。ということは基本的には本当は中村はこういう試合をやりたかったっていうことなんですかね。今まではまあどうかわからないんですけど、はい、この時点ではそうだったんだと思います。なるほど。ここ本当にかなりそのストロングスタイルっていうんですかね、はい、本当プロレスで勝負してきてますよね。そうですね、ここはもうほとんど技のここですからね。土屋がなんか騒いでるんですけど、この時点で、はい、この時の状況っていうのはこれは土屋が中村に対して不満を持っているってことですよね。そうですね、さっきのカット、その部屋をカットしたってことで、はい、うん、本心をここで確かめようとしてるって言うんですか。なるほど、まあ京都の時点でですね、土屋が中村に対して言ってるわけですよね。私がお前を拾ってきてやったんだと、はい、中村からすればその言葉はやっぱカチンときたんでしょうかね。そうですね、やっぱり自分がレスラーとしての誇りがあれば、うん、やっぱりここまで来てそこに来られるのは。ここでタイガースープレックスに行きました。この辺で見えたら中村はやっぱ意地でしょうかね。そうですね、やっぱり相当の覚悟があってこういう行動に出たわけですけどね、やっぱ中途半端な、うん、まあ、かつてあの仲間である佐藤美也の足を土屋は平気で折ったことがあるということもありましたからね、はい、その猛毒体を裏切るってことはどういうことかっていうのは中村自身が一番知ってるかもしれませんからね。ここから一気にこれいい角度入りましたね、はい。指さして、これは最後はもうサンダーファイヤー狙ってましたかね。そうですね、お客さんからも声が上がってますね、はい、スリーカウント入りました。なんか
工藤さんがですね、はい、中村選手に対して語りかけているような場面があったんですけども、はい、これはなんかこの時は言ってて、もちろん土屋の日の行動っていうのは全然気がつかなかったわけですよね。そうですね、この時で終わったっていうのがあったんで、はい、私の中には、まあ、中村の行動しかなかったので、2回目ですよ、これ。しませんでしたよね。勝って当たり前みたいな、それがまた大きな進歩だと思いますし、毎度毎のことも自分の判断で、あそこまで自分の力使ってカットしてくれたってことには本当頼もしく思います。あ、それは工藤さんの気持ちが分かってくれたっていうことで、感謝して。